西武の優勝は1950年セパ両リーグ分立時に西鉄クリッパーズとして創設されて以来70シーズンで23度目。これはパリーグで最多だ。平成以降の31シーズンで見ても最多となっている。1位西武、12回2位ソフトバンク、ダイエー、8回3位日本ハム、5回4位タイオリックス、2回4位タイ近鉄、2回6位タイロッテ、1回6位タイ楽天。1回、現在の辻初彦監督が2017年に就任してからは2位、1位、1位と3期連続でポストシーズンに進出している。しかし今季の西武は極端なが高投げ手だった。数字は全て25日ゲーム前時点。例チーム打率1位西武、2662位ソフトバンク、2523位タイ日本ハム、2513位タイ楽天、2515位ロッテ、2496位オリックス、244。例チーム長打率1位西武、4292位ソフトバンク、4123位ロッテ。また西武は26日に残り1試合楽天戦を残してはいるが、今井達也投手の 134.1 回が最多投球回で、規定投球回数に達した投手はいない。残り2戦で今井が 8.2 回以上を投げれば規定投球回数に達するが、どうなるだろうか。先発投手が長いイニングを投げない分、救援投手の登板機会が増えている。セットアッパーの平井勝則投手はリーグ記録となるシーズン最多の81試合登板となっている。その一方で打撃各部門では西武の選手が上位に占めている。A 打率1位森友哉、西、3292位吉田正尚、お、3253位荻野岸、ロ、3154位秋山翔吾、西、3055位銀次、楽、304。0打点1位中村剛也、西1232位山川穂高、西1203位森友哉、西1054位ブラッシュ、楽955位タイ殿崎治太、西905位タイ浅村栄と楽90。金子、源太、殿崎らが類を奪うことが中村、山川、森ら打点ランキングトップ3の打点数につながっている。このように極端な打高投げ手でシーズンを戦い抜いた西武。ただ、シーズン終盤は投手陣の頑張りが目立ち、逆転優勝の要因の一つにもなった。昨年は CS でソフトバンクに敗れ、日本シリーズ進出とならなかったが、今季は雪辱できるだろうか。広尾明、小広。